徳島県三好市西飯山村は四国の中央部に位置し、急傾斜する山のわずかな平地を利用して集落が発達した山岳村落です。西飯山村を含む祖谷地方は日本三大秘境とも称され、四季折々にその姿を変える豊かな自然に包まれています。国指定重要有形民族文化財の祖谷のかずら橋は、その昔平家一族が追ってから逃れるため、いつでも切り落とせるようにかずらで橋を架けたのが始まりと言われています。架け替えの伝統技法の継承と通行者の安全確保のため3年に一度架け替えられていますが、十数メートル下の渓流を望めるので何とも言えないスリルを味わえます。かずら橋を渡り、左に少し歩いたところに琵琶の滝があります。約50メートルの高さから白糸を引くように一筋に落下します。平家の落人たちが都の華やかな暮らしをしのんで琵琶を奏でつれづれを慰め合ったという伝説からその名がつきました。祖谷渓谷は春には新緑に包まれ、また秋には谷底から峰まで紅葉に染まります。その美しい景色は観光客に喜ばれます。豊かな自然に囲まれた祖谷は古より続く伝統芸能の宝庫です。先人たちから受け継がれた祖谷のからくり襖絵を紹介します。地元で祖谷のからくり襖絵の研究に取り組んできた岩崎惟明氏によると、明治時代前期に村内各地区のお堂前の広場で組み立て式舞台を使って人形浄瑠璃や襖からくりが盛んに上演されていたようです。公演は1950年代にはなくなり、舞台の部品や襖絵はお堂に保管されたままでしたが、三好郡郷土史研究会が1998年に襖絵の現状を調べ、合計200枚以上が残っていることを確認しました。これらの絵は村人たちによって描かれたもので、作者名や下張りの新聞紙などからほぼ明治期から大正期にかけて作られたものと思われています。一つ一つの絵柄を見ると、麻紐を結い付けた跡や数箇所の切り穴などいくつかの仕掛けの痕跡があり、さらに後ろ山のお堂の床下から柱や敷居など舞台を組むための部材の一部が見つかりました。これらの襖や部材に残された痕跡と当時のことを知る人々への聞き取りから、祖谷の気候が全国的にも珍しい独創的なからくり技術を持つ組み立て式舞台であることが分かりました。さらに当時東京理科大学の助手であった川上光弘氏が詳しく調査して、舞台の部品はほとんど朽ちて失われているが当時の状態に修復できる可能性があることが分かりました。これはこの地域の長年守られてきた習慣で、1年に1度は虫干しをしていたことによって良い状態が保たれたとも言われています。一般的な襖絵は10枚ほどの横並びの一組が同一方向に回ります。しかし祖谷地区などで演じられていた一部には奇数位置が前後で偶数位置が左右といった異なる回転をするものや、襖の上半分が折れて別の絵柄が現れるなどの複雑な動きをするものがあることも分かりました。三好郡郷土史研究会の岩崎惟明氏は、研究会員や村内外の有志に呼びかけて祖谷からくり舞台保存会を結成。からくりや襖絵の修復をして実際にからくり操作を体験した人や
当時の公演を鑑賞した人から聞き取り調査をして、操作技術を再現し、公演を復活させました。襖からくりは、通常、芝居の幕間を利用して上演され、三味線の伴奏に合わせ、襖を引き開けたり、小屋裏に吊り上げたり、襖を回転させて、様々な絵柄を巧妙な仕掛けにより順次転換していくもので、その技は観客を大いに楽しませます。襖からくりの操作には、いくつかの方法があり、それぞれに呼び名があります。まず、引き開け。引き違いは、敷居の溝を襖が静かに滑り、次の場面に転換するものです。そして、連楽、淀連楽、須磨連楽、大連楽、三つ折れなどは、襖を操作して場面を転換する大掛かりな仕掛けです。いずれの仕掛けについても、縄や麻紐を使い、10人ほどでの息を合わせた共同作業となります。連楽は、すべての襖が水平に回転して、襖への表と裏が反転します。淀連楽は、奇数の襖は水平に回転し、偶数の襖は鉛直に回転することで、襖への表と裏が反転します。連楽と大連楽が組み合わさった操作です。須磨連楽は、すべての襖を斜めに傾け、対角線上に軸を取り、水平に回転することで、襖への表と裏が反転します。大連楽は、すべての襖を鉛直回転させることで、襖への表と裏が反転します。三つ折れは、襖の半分が鉛直に回転し、重ね合わされて隠れていたもう一枚の襖が現れます。現れた襖絵と反転した半襖が見事に一致し、場面が転換します。からくり襖絵は、現在、西山村の後ろ山地区と徳前地区で保存されており、公演もそれぞれの地区で開催されています。これから順番に紹介していきます。JR 大歩危駅から車で20分ほど山中に入ったところに、襖からくりの舞台となる西飯山村の後ろ山集落があります。山の中腹の深い木立に囲まれた司書神社は、昼間も行き交う車が少ない、とても静かな場所です。その境内の阿弥陀堂前広場に立つ農村舞台で、襖からくりが上演されます。うちこっちの、まあ、後ろ山の襖からくりは、非常にこう複雑な動きをするのが特徴って言われてます。特に淀連楽っていうのがあるんですけれども、それは、10枚一組で、襖が、動きますけれども、奇数が縦軸を中心に回転し、偶数が前後に回転していくっていう、奇数が縦軸に、偶数がこういうふうに前後に回転していくっていうふうな形で、動いて、最初表の絵が逆に次は違う絵に変わっていくっていうふうなのが、特徴ですね。はい。復活したのは平成17年に復活したんですけれども、それまで西や各地に襖絵が保存されてるっていうようなことが、昔の人から聞いておりまして、それの調査を平成14年と15年だったと思うんですけれども実施いたしまして、その時にこの牛山地区にも襖絵があると
いうことで、それをちょうどそれ以後16年だったんですが、文科省の補助金をいただいて修復したというのが発端です。その時にちょうど当時、当時というか、平成30年ぐらいまで、すみません、昭和ですね、昭和30年ぐらいまで、ここのお祭りの時に、襖絵を操作して、活発に地域の方がその襖絵をイベントに活用しとったんですが、それ自身が30年から途絶えとったということで、その修復も兼ねて、平成17年に復活公演を行ったというようなことでございます。その後ですね、復活公演を機に、この貴重な文化遺産を後世に残せないだろうかということで、平成19年に、後間の襖絵の保存会を結成いたしまして、以後、地域のみんなで、継承しておるということで、今は、10月に平家祭り月間がありまして、その時に公演をやったり、その他、いろいろなイベントがある時には公演をしてですね、都会からおいでていただける方にも見ていただいたり、また体験をしていただいておるというようなことで、地域の活性化につなげておるというふうなことでございます。昭和30年頃まで、ずっと地域の秋祭りなんかに、素人芝居というふうなものも行われながら、その背景にも使われておったということで、襖からくりの操作自身を、その地域のものが競って、演技をしとったというふうなことをお聞きしております。後ろ山ふすまからくり公演は神社境内の農村舞台で行われます。趣のある備え付けの木製のベンチも風景に溶け込んでいます。公演当日の午後、後ろ山からくりふすま絵保存会会員の皆さんが会場の準備作業のために集まってきました。昼間は仕事があって来られない会員もいて、限られた時間内の限られた人数での作業となります。人手は少なくても、気心の知れた同士、力を合わせて準備を進めていきます。夜にはお客様が来られます。舞台の装飾や横に設置するテントの組み立てから始まって、周辺の落ち葉の掃除や客席の用意、暗くなると近くの木々には提灯が灯り道案内をしてくれます。会場にはかがり火が焚かれ、古のからくりを楽しんだ時代にタイムスリップしたような雰囲気に包まれます。客席の椅子を並べたり、音響のチェックをしたり、開演までにすることはたくさんありますが、最近では公演回数を重ねているので皆さん手慣れた様子です。後ろ山の組み立て式小屋掛け舞台は、襖からくりの公演を定期的に開くために2009年に建てられました。公演がない時はコミュニティセンターとして使用されます。広間の床板を外して軒下に並べると、襖からくりや人形浄瑠璃の公演ができる舞台となる構造です。本番を前に会員の皆さんが集まってきました。お揃いの法被に袖を通し、帯を締めると気合が入ります。打ち合わせや進行の確認をしながら、本番前の練習が始まりました。
横一列になると掛け声と同時に朝日も一本で大きな襖を操ります。練習を積み重ねてきた技が光ります。気心の知れた会員同士、息の合った操作で襖が自由自在に変化していきます。後ろ山地区に残るからくり襖絵は襖絵69枚、欄間6枚からなり、縦160センチ、幅60センチの大きさです。一景とも呼ばれる舞台背景は虎と八つ橋、千畳敷と龍、追松と城、孔雀と梅菱、二見ヶ浦と宝船、桜と仏間が10枚一組、鳳凰と松島と菱は三つ折れで9枚一組となります。からくり機構は間口6メートル、奥行き 2.4 メートル、高さ 3.6 メートルの大きさで、柱と梁を組み合わせた構造フレームと仕掛けに応じて利用する4列の敷居、鴨居で構成されます。そこに襖10枚を立てて並べ、一組の背景を作ります。操作には連学、スマ連学、大連学、引き分け、引き抜き、淀連学、三つ折れがあります。特に三つ折れは他に見られない1枚が3形に変化する構造を持っています。1列に並ぶ10枚の襖絵の表と裏が使い手の巧みな操作によって縦や横、斜めに回転し、見事に15通りの舞台背景に姿を変えていきます。例えば連学の場合、上下の両鎌地に挟まれた襖の中心軸に竹の回転軸を細工し、それぞれの襖の右下の隅を一本の藁縄で結んでおきます。操作の際に舞台の両袖にいる二人の操り手が息を合わせて藁縄を一方に引けば、襖絵が一斉に回転する仕組みです。よど連学ではこの連学の襖と縦に回る襖を交互に配置します。襖を縦に回すには、まず襖の重心付近に一本の麻紐を結わえ、その麻紐で襖を鴨居から吊り下げます。続いて襖の上下の両鎌地に操作用の麻紐をそれぞれ取り付けておきます。操作の際には襖の真下で構える操り手が両手にそれぞれ操作用の麻紐を持ち、宙吊りの襖を揺らさないよう紐のテンションを調節しながら、一方の麻紐を引き下げ襖を縦に回すという仕組みです。外れたんかい。ちょうど柱巻きのもんだけど、こうなる。祖谷の襖絵は明治後期から大正期にかけて作成されたものと言われていますが、西山村には
これまでに後ろ山のほかにアルセ、オイヤ、田の内、徳前の5地区にはおよそ240枚が保存されています。特に後ろ山の襖絵は保存状態が良く、全国的にも珍しい特別な変化、縦、横、斜めからなる多様で複雑な変化を見せることから、平成18年2月22日に西井山村が有形民俗文化財に指定しました。わけで入りました。二見が裏でございます。両方に引き分けられております。続いて二見ヶ浦が引き抜かれております。引き抜きです。続いて出てまいりました花火師の住まいでございます。大田楽をご覧に入れます。10枚すべての襖が水平に回転いたします。大田楽と申します。そろそろと大空の方へ
飛び立っております。大田楽でした。続きましては三つ折れという襖でございます。襖の中央をご覧になってください。半分から変わってまいります。半分の襖が回転いたしまして、見事近江八景が出てまいりました。三つ折れと申しまして、非常に珍しい襖からくりです。引き分けられまして、宝船が出てまいります。引き抜かれております。引き抜きです。追松が出てまいりました。この追松は須磨田楽というのでご披露いたします。斜めに軸を取りまして、対角線に軸を取りまして、こう斜めに回転いたします。
が出てまいりました。当時の顔料そのままです。障子が開きまして桜が出てまいりました。桜も引き分けられております。虎が出てまいりました。これで淀連楽というのをご紹介いたします。連楽と鳳連楽を交互に組み合わせた襖です。駒回りの言うとする襖と、それから縦回りをする襖とが交互になって扱われます。淀連楽です。淀連楽でした。八つ橋が出てまいりました。本日最後の襖です。千畳敷でございます。はい、椅子が上がって千畳敷が
すべて見て見えました。本当のろうそくがついております。襖に本当のろうそくがついております。ちょっとその洗浄時期開けたままにしておいてくださいませんか。襖をちょっと戻して戻ったすみません。今日はね、楽しい公演が後に控えておりますので、あの急ピッチで進んでまいりました。みんな緊張して急ピッチ。まあ、あの課題といえばやはりあのこの地域自身も非常にこう人口も少なくなってきたということで、まあ若い人たちも非常に少ないっていうようなことで、まあ捜査するにあたってはやっぱり10人から12、3名のスタッフがいるもので、その人をイベント等々で集めるっていうのが今でも非常にこう苦慮しておるところでございまして、まあ今後継承していく中でやはりスタッフのを集めるというのが非常に問題だろうというふうなことで、まあ、この地域自身が宇治山で人数個数は20個しかないんですけれども、やはりこの地域だけじゃなしに隣の地域とかそういった地域の方々にも触れていただいてですね、こういったイベント襖からくりのこういった貴重な財産を伝承していけたらなというふうに考えているところでございます。JR 大歩危駅から車で15分ほど山中に入ったところに、西飯山村の徳前集落があります。徳前集落は南北朝時代の武将楠木正成の家臣がこの地に隠棲し、聖地である河内の国徳前の名を取り、徳前を名乗ったことが始まりと言われています。現在も徳前家の歴史を今に伝える徳前屋敷があり、その屋敷近くの徳前阿弥陀堂横の広場で徳前襖絵からくり公演が開催されています。その舞台は徳島県内に唯一残る組み立て式農村舞台で、とても貴重なものです。はい、徳前襖絵からくり舞台はの操作方法につきましては、縦田楽、襖が縦に9枚舞います。それから横田楽、横に9枚を揃えて横回りですね、縦軸として横回り。それから淀田楽ね、偶数が、横舞で、奇数が縦舞という淀田楽9枚です。それからもう一つは須磨田楽ですね、対角線上に、軸を持って9枚が、斜めに舞います。その 4種類ですね、4種類が、主に襖の特徴といいますか、特に縦田楽につきましてはこれは今まで、県下にもないんじゃないかと思います。9枚セットでですね、それぞれ9人が1人が1枚ずつ縦に回すような方法でございます。はい、襖の保存につきましては今まで先人がですね、貴重な文化遺産残されてまして、我々がそれを引き継いでですね、平成17年に修理をいたしまして、保存されておりますけれども、それを活用しようということで、地域盛り上がりまして現在に至っております。保存、今後の保存方法につきましては、年に一度、講演するとして、夏場に特に虫干しと行いましてですね、貴重な襖絵を末永く守っていきたいと思います。
年に1回、平成19年度から、定例で文化祭や文化伝承祭り毎年10月に公演しております。それと合わせて、市の観光課から主催におります平家祭り月間合わせて西屋で泊まられます、西屋山城で泊まられます宿泊施設をご利用される お泊まりのお客さんをお招きしてですね、夜の公演を行っております。その3回ですね、これが主な活動になっております。あとはもうこれといって、地域の、案内板の設置とかそういうものに重点を置いて、活動しております。一番大事なのはこの気候なんです。この気候は通常はこれ更地になって何もないんですけど、これ位置からまだ新しく毎年毎年組み立てるということをしとったんですけれども、その先ほど言いましたように後継者不足ということで、人でも足りません。で、気候だけはですね、できる限りこう、人手不足を解消するためにこう取り交わさずに、ここで行事あるときは移動するんですね。気候こちらの西側の方へ引っ張ってきたりです。また、東側の方へ返したりというふうな方法でですね、これが更地にして1から10までやり上げるというのはなかなか大変なことですので、かなりの労働力もいりますのでね、これが一番大変で、これが難題だと思うんです、はい。徳前ふすまえからくり公園は西山村徳前の阿弥陀堂境内に仮設されている移動組み立て式からくり舞台で開催されます。舞台の骨組みはそのまま残っていますが、その他の部分はその都度組み立てるので、本番の何日も前から徳前ふすまえからくり舞台実行委員会会員の皆さんで舞台を作っていきます。力を合わせて番号をつけた重い木材を運びます。会長さんと皆さんで打ち合わせをしながら段取りよく作業が進みます。床板を張ってきれいに吹き上げると舞台らしくなってきました。ふすまからくり公演の開催はこうした会員の皆さんの努力によって支えられています。本番前には提灯を掲げ、舞台の装飾や進行の確認に余念がありません。徳前地区に残るからくり襖絵は9組57枚からなります。内訳は9枚が1組となるからくり用襖が40枚、欄間を除いた舞台前面の床面と上部に固定される襖が4枚、背景に固定されている襖が9枚、その他の雑襖4枚と4種類のものがあります。からくり用襖と背景に固定されるものは横69センチ前後、縦158センチ前後で、前者の二見ヶ浦、追松、老王、仏間、竹林、僧侶、鳳凰、お城の4組は9枚組で、花菱は6枚1組で操作し、後者の戦場敷9枚は背面に固定させます。舞台前面の床面付近には切り目縁襖、横173センチ、縦53センチの4枚が横使いで、同一上部には欄間襖が固定されます。
その他の襖は横47センチ、縦158センチが4枚あり、ついたて用として使用しているようです。大きな襖は民家の襖より一回り小ぶりで、さらに雑襖、切り目縁襖と順に小さくなります。これらのうち二見ヶ浦、追松、老王、仏間、竹林、宗龍、千畳敷、希望酒香欄にボタン、切り目縁の5枚組は完品ですが、鳳凰は1枚欠損。その裏のお城は鳳凰の2番の裏面に1番の番を打ち、7枚で1組となります。花菱は6枚で構成され、1番は鳳凰9の裏面、2番の裏面は何も書かれていません。4、5の裏面を芝垣の菊、3と6の裏面には火打ち窓が描かれています。雑襖の歌舞伎門朝顔は2枚のみ現存しますが、中央の2枚が紛失している可能性が高く、松に鶴の2枚は楽屋と客席との結界線に手隠しとして使用が可能となります。襖からくりは縦軸を中心に回転する横連絡、横軸を中心に回転する縦連絡、つま連絡、よど連絡、引き違い、引き抜き、引き分けなどがあり、三味線と拍子木により回転され、ともに回転のために麻紐や金物などを使用しています。また襖の一部は人形浄瑠璃芝居の背景としても使用され、仏間の襖は京成阿波の鳴門や坪坂霊源記、沢一内の段、絵本太閤記、尼崎の段などに、三番荘や余興では二見ヶ浦、老王、花菱などが使われます。襖絵は和紙の上に泥絵の具で描かれ、県下に現存する襖絵などから見て、後ろ山の襖同様、濃度が浅い傾向が見られます。作者は不明ですが、後ろ山襖の松図と比較すると、松は根元の根上がりの形状などがよく似ていることから、徳前にある襖絵の一部が後ろ山の襖絵の作者と同一人物であると考えられています。別襖の鳳凰や牡丹などには後ろ山との共通点がなく、作者の氏名は不明ですが、一説では大西製作の作などと伝えられています。襖絵の制作年代も不詳ですが、一部の舞台道具の枠木や明治初期の生まれと伝わる大西製作が作ったと考えると、明治後期から大正初期にかけて描かれたものと思われます。斜めぐらいでね、これ徳前にはまとまった数の襖が保存されていたことや、特殊な舞台が県下においても希少で、転換方法に特徴があるため、平成19年、約60年ぶりに復活公演を果たして以来、5年連続で昼夜公演しています。農村舞台の少ない地方で県下に唯一残る組み立て式舞台でのからくりは貴重で、襖絵は民族的価値があります。
平成24年12月20日に三好市の有形民俗文化財に指定されました。障子が引き分けられてまいります。引き分けという技法です。現れました二見ヶ浦の朝日でございます。襖が縦に回ってまいります。縦田楽と申します。変わりまして、縦田楽で、これは古田の大松と申しまして、この上に古田という単語がありまして、そこに大きな大きな松がありました。この障子が引き分けられるのは幕が開くのと同じことです。大きな桜が出てまいりました。
今が出てまいりました。露光殿閣でございました。砂田閣と申します。斜めに軸を取りまして斜め回転をいたします。参りました僧侶でございます。須磨殿閣でした。与道殿閣と申します。それではよろしくお願いいたします。変わりまして縄文竜宮城ですね。出てまいりました。出てまいりました。これぞ古田の大松でございます。この大松には先ほど少し触れましたが言われがございまして、安子という地域ではちょっとわがままな小僧がおりました。もう悪いことは先見ただ天狗がここの上まで送ってくれたというこんな話が残っております。その大きな大きな古田の大松でございます。引き抜きでございます。
続いて出てまいりました。皆様すぐそこにあります徳前屋敷でございます。これも南牧町の頃なんですが、ここは、楠木正成の28章の一人、河内兵部の神というその人の館でございます。今も残っております。今現在は26代が当主でございます。ここが徳前屋敷と、いまだに今は、県の重要文化財となっております。そういうお屋敷でございます。徳前屋敷と申します。続いて出てまいりましたカトロ窓でございます。これを引き違いという形でご覧に入れます。はい、うまく引き違いが成功いたしました。そして加藤窓がしっかりと現れてまいりました。これは初めての公演です。引き違いでした。続いて出てまいります千畳敷でございます。このように広い千畳敷、面白いことをやったらええかなと思いながら、いつもこの千畳敷をバックに酒盛りをやり、歌い踊りと何番もやったみたいでございます。ただいまろうそくが灯っております。襖に本当に火をつけてろうそくを灯しております。少々その畳のところにシミがありますのは、この阿弥陀堂が台風で屋根が、銅板の屋根が剥げました。そしてその時に天井にあったこのちょうどこの襖絵に雨が漏れてこういう形になりましたが、もう明治の頃のそのままでございます。須磨田楽をご披露いたします。分けられました。でございます。淀田楽をご披露いたします。襖が
急峻なこの地で暮らす場合、家はそんなに大きくありません。でもこういうふうな戦場もあるような大きな広間を憧れたことでしょう。はい、今後の課題といいますと、一番我々が困っているのがですね、後継者不足なんです。でこれをどうするかということで、いろいろ、会のその都度その都度にですね、いろいろ出るんですけれども、なかなか人がいないのが一番残念ですね。で今後は少しでも長くこう 活動していくためにも、やはり牛山ふすま絵保存会と協力してですね、お互いのスタッフの お互いの協力をするということでですね、今は続けておりますが、我々も高齢になっております。でいつまで続くかは心配ですけれども、できる限り、続けたいと思います。祖谷のふすまからくりが作られたのは明治期から大正期とのことです。日本中で人形浄瑠璃がもてはやされたその時代に、ふすまからくりはきっと人気絶頂の最先端を誇る舞台技術だったことでしょう。山深い秘境祖谷でも、村人たちは自分たちの手で舞台を作り、人形を操り、その背景に襖絵を描きました。その時の感動や人々の笑顔は現代によみがえり、祖谷のからくり襖絵としてこれからも伝承されていきます。